って私たちリアルの人間だよ、それをゲームの世界に呼び寄せたって言われてもね。やかましい。うちにとってはこっちがリアル、自分らの世界がファンタジーなんや。いわばうちは異世界から自分らを召喚したっちゅうわけや。なんだかうまく言いくるめられてるようにも感じるわね。ほんならうちの力の一端でも見せたろか。それはもう結構です。十分見せていただきましたので。大体私たちには呼び出されるような理由なんてないし。このうちがそんな凶悪な面に見えるっちゅうんか。そりゃあもうなんだか本能とかそういう根源的な部分に訴えかけてくる恐怖が。いてまうぞ。ひぃ。ここは一つ魔王さんの話も最後まで聞いてみませんか。ゲームなら倒せば問題解決ってこと？ということは、いやだからそんなに簡単に倒せないってば。まあ落ち着けっちゅうに。とりあえず自分らに危害を加える気はないんや。呼び寄せたのはうちやろうけど、多分それ偶然やしな。せやからそれについては謝罪する。またえらく誠意ある魔王ね。ユタカ、ミナミちゃん、どうしてここに？具合はどうや？かなり高価な万能薬やったからな。何にでも効くで。ユタカ、この魔王は信用できる？魔王さん、いい人だよ。すごく親切だし、優しいし。なら、私も信じる。でも、なんていうかこう、かけてくるこの恐怖感は痛い。気のせいですよ、泉さん。まあ、ゆうちゃんのこと助けてくれたみたいだしね。そうね。いいわ、信じてあげようじゃない。ほな、そろそろ話させてもらおうか。呼び出したっちゅうよりも呼んでしまった理由をな。私たちには関係のないお話のようなので、そろそろおいとまさせていただいても。ダメや、自分らも話に付き合ってもらうで。逃げようとしたら消し済みにすんで。仕方ありません。付き合うしかなさそうですね。いいわね、シャドウちゃん。まず最初に、うちは魔王や。つまりプレイヤーの目標であり、最終的には倒される存在なわけや。まあね、私もフレと協力し合って何度か挑戦したことあるしね。
フレンド、つまり仲間のプレイヤーだよ。ちなみに勝率は3割ほどかな。それはなかなか立派な成績やで。どうもどうも。まあ難易度が高めとはいえ倒せる設定になってるわけやからな、うちとしては挑戦は大歓迎や。まあボスキャラってことはゲームの目的でもあるわけだしね。うち自身も強いパーティーとの戦闘は緊張感があってめちゃめちゃ燃えるし、ほんま楽しみやったんや。過去形ということは何か問題が？そうなんや、最近不正行為を行う輩が非常に多てな。不正行為ってどんなことですか？チートって言って数値いじってお金とかステータスを増やしたりできるんだよ。あんたまさか。で、そういうとこは真面目だったな。そうだよ、するわけないじゃん。むしろ迷惑してる側だよ。自分はAプレイヤーのようやな。そやけど残念ながらそういうええやつばかりやないんが現状なんや。ろくなことしないやつがいるのは現実と一緒ってわけなのね。先生堂々と戦うんは望むところやけど、チートで強くなったインチキ野郎に酔ってたかってボコられるんはな。そんなのってひどいよ。魔王さんいい人なのに。初段ね。しかもな、最近チートアイテムを使った怪しげな商売まで横行してほんま頭を痛めとるんや。怪しい商売。ぎくん！能力値が飛躍的にアップして強くなれるっちゅう薬をチートで作って売っとるんや。薬ってさっきのあれじゃん。そうや、そこの魔法戦士が飲んどった薬がおそらくそれや。この二人組が犯人なんですか？違う、作ったのは私たちじゃないもん。そうなんです、私たちはお金を払って仕入れてきて売ってるだけなんですよ。いい加減、三食塩がゆの生活から抜け出したいだけなんだから。この二人犯人じゃないね。そうね、黒幕っていうにはものすごく小物な感じがするわね。その言い方はムカつく。うちは元凶をどうにかしたいんや。そしてその強い願望が自分らを呼んだっちゅうわけや。つまり元凶を何とかすれば元の世界に帰れるのでしょうか？そのはずや。薬が効いている間はね、魔王とも互角に張り合えるほど強くなれるわね。しかも薬はたくさんあるし、取り巻きの方たちもいらっしゃるので退治するのは無理だと思いますよ。それはさておき、現在奴らはここから東にある城のホールにいるようなんや。そこって魔王の居城じゃ。寄ってたかってボコボコにされて追い出されてもてな。うわ、悲惨。それどうしろと。さしてえな、ここまで言うたらわかるやろ。
みんなで力を合わせればどうにかなると思うんや。私は魔王さんが助けてくれたからお手伝いできるならしたいな。私も豊かなお礼がしたいです。困った時はお互い様ですしね。そうだね、しょうがないか。しっかり策を練ればどうにかなるんじゃないかな。うん、別にいいけど。私も魔王さんに助けてもらったし、困った時はお互い様だから。その通りです。私の双子の妹なの。見えてないけど。うそい。しばらく待ってや。集中すれば大体の場所くらいは分かるはずや。なんや、おかしいな。どうされましたか？城の近く、むしろ城の中から気配を感じる。ということは、司も救出しなきゃいけないしね。望むところや、よろしゅう頼むで。司、待ってて。